e b r i は、アイバホ州アルコから18マイル南東に離れた砂漠の中に建設された高速増殖炉実験炉である。1951年12月20日午後1時50分、世界初の原子力発電に成功した。その時の電力は4個の200ワット電球を灯す程度であった。e b r i は、世界初の原子力発電を行った原子炉というだけではなく、 世界初の高速増殖炉でもあり、世界初のプルトニウムを燃料とした原子炉でもあった。その後、1964年に閉鎖されるまで様々な実験的用途に用いられた。EEBRI はアメリカの国立原子炉研究所の施設として、1949年遅くに建設が始められた。原子炉はアルゴンヌ国立研究所のウォルター人のチームによって、 設計された。1951年初頭に EBRI は完成し、1951年8月24日に発臨会を達成した。同年12月20日には初の原子力発電に成功した。EBRI の設計の目的は原子力発電だけではなく、各物理学が示唆する増殖炉の可能性を証明するためであった。 1953年の実験では増殖炉は核燃料を増殖できるという仮説が正しいことを証明した。しかし1955年11月29日には EBRI は運転員のミスにより部分的な炉心溶融を起こした。その後の実験のために修理が行われた。EBRI は1964年に稼働を停止し EBR2 に置き換えられた。 1965年にアメリカが衆国国定歴史建造物に2004年に IEE マイルストーンに指定された。1976年からこの施設は毎年戦没将兵追悼記念日から労働者の日の期間に限って一般公開されている。他に1950年代の原子力航空機プロジェクトで開発された2つの原子炉も公開されている。 ありがとうございます。